古中とは、古い時代に成立したかまたは、内容が現在から見て古い注釈、または注釈書を指す、専門用語。古注釈とも言う。中国の代表的な古典作品、例えば、論語などの中に研究者が、古中と称する一群の書籍群があり、研究史上で活気となる、特定の注釈書以降の一群の書籍群を、専門分野の研究者が、新中と呼んで対比する。 同様に、日本の代表的な古典作品では、伊勢物語、古今和歌集、源氏物語などで、専門分野の研究者が、古中と称する一軍の書籍群があり、研究史上で活気となる、特定の注釈書以降の一軍の書籍群を、新中と呼んで対比する。注釈の中で、どのような時代の注釈までを、古中と呼ぶかは、それぞれの注釈の分野において、概ね決まっており、 漠然と、古い時代の注釈を指すものではなく、研究史上で活気となる、特定の注釈書以降の一群の書籍群を、新中と呼んで対比する。古中が存在する分野としては、例えば儒教の文献や日本の古典作品がある。古中は、多くの場合近代的な学問が支持するような、科学的な正当性よりも、説の成立の時期が古いことや説を立てたものの権威に、 正当性を求めたり、源氏物語の起こりなどに見られるようにあるものやある、事柄ができたのは、神仏の働きによるものであると説明するなど、仏教説話などと結びついた神秘的な説明を行っていることがしばしばある。儒教において、最も重視された古典群である、継書に対し、学者が注釈を付したものを、中と呼ぶ。このうち、漢から義。 進むの時代に作られ、五教正義や十三教中祖に採用されたものを、古中と呼び、南宋の朱子学の立場から解釈されたものを、真中と呼ぶ。共に、漢学であり、科挙の試験科目として採用されたため、中国の次大武装は、基本的には中、そして書を通して、継承を授与することとなった。なお、来期に対する直接の真中は作られていないが、 趣旨の例解釈は、儀礼経伝通会に整理されている。漢石における、古注は、主に漢代から東代にかけて、京書の訓古を中心とした注釈を指し、特に経学で総学の手記が、哲学的立場から施した、新中と対比される。時代区分、源氏物語の注釈書としては、普通、古注釈と、古中とを区別する。古注釈、または、 古中釈書とはより広い範囲を指し、江戸時代までの注釈すなわち近代に西洋の学問が導入される以前の注釈全体を言う。古中の語にもさらに講義から競技までいくつかの使われ方がある。先に表を示す。古中の語は講義には古月書までの国学の影響を受ける以前に成立した注釈を指すが通常はより狭く、 源氏物語の注釈の始まりとされる藤原恒之により平安時代末期の成立した源氏釈から四辻吉成によって室町時代初期に成立した川会賞までの注釈を言い抗義の古中のうちそれ以後の課長余剰から古月賞までの注釈は宮中と呼ばれることが多い国学の成立以後幕末までの注釈を新中という茂松信広は 源氏物語の研究史について、競技の古中の時代を、第1期、旧中の時代を、第2期、新中の時代を、第3期、明治時代以降の近代的な注釈の時代を、第4期という形で整理している。年率や経図についても、概ねこの3区分に、対応する以下のような区分が存在すると、考えられている。古中の特徴以下、本記事では上述の再競技での、 古虫を使う。つまり、川解消までの注釈書である。古虫は、より後の注釈と比較して、以下のような特徴を持つ。古虫に含まれる注釈書一般的には、以下のような注釈書が、古虫であるとされている。上記の他に、同じ時期に、以下のような注釈書が書かれたことが分かっているが、これ、以後の注釈書にほとんど引用されていないため、古虫には、含めないこともある。 ありがとうございます。